未来日記で叶った。どんな夢も叶いそうだ。世の中の成功者さんの足元にも及ばないが、小学校の卒業文集に将来〇〇になると詳細に将来の夢を書いた。今読み返すと〇〇になった自分の名刺まで書いてあり、ご丁寧に〇〇になって笑う自分のイラストまで描いてある。痛すぎる。気がついたら実際〇〇になっていた。未来日記を書くって大事なことなんだろうけど、子供のような万能感があればどんな夢も叶いそうだ。なかなか大人には難しいね。失業してどうしようかなと思ってたら、3日後に仕事の口が転がり込んできたぞ。まあ派遣元が持ってきてくれたんだけどさ、おかげでコンビニで集めた求人誌が無駄になった。派遣先の契約終了少し前から、もっと時給と時間の都合のいいとこに転職ってなイメージやらアファやらはしてたが、別に探してはいなかった。前の派遣会社は最初の派遣先の契約終了後1年放置されたもんだが、今の派遣元の求人に応募する時も何か妙にスイスイ行動してんなとか思ったね。いや、ほんと自分でも変だと思うほどスムーズにあれこれやってた。仕事そのものは面接受ければ 100% 通る状態だったけど、その前の自分ってのが行動できなくてうんうん言ってたから余計はてなだった。ほぼ引きこもりっぽい状態だったんだよ。その前にちょっとやってたアファが必要なら行動できる、大丈夫だった。で、何が言いたいかというと、状況の方から自分に味方してくれる、努力と認識せずに行動できる。少なくともいわゆる辛い努力は不可欠ではない。2つとも経験したよってこと。携帯のスケジュールに日付入りで願望を書いておいたら、その日には叶わなかったけど2週間過ぎてすっかり忘れた頃に一部叶ってた。願望を書いたことさえ忘れてたから今見直してびっくりしたよ。控えめな願望だったけど、今度は大胆なこと願ってみようと思う。あの新庄が潜在意識っぽいことをよく言っているけど、潜在意識の使い手ならなんでメジャーで成功しなかったのだろうってふと思った。これは信じきれなかったからなのか、まあ実際そうだったとしても、こう書くと都合のいい言い訳のようにも見えちゃうところが何とも言えない点ではあるな。信じようとしても信じきれないことは、少なくともその時点ではなかなか叶えられないことなんではないかと思う。多分これは階段を2段までなら飛ばして登れても、3段や4段は難しいというのと同じことだ。ましてや全部の段を飛ばして一番上までいきなり行くのは普通は無理だろう。かといって一番上まで上がることが不可能というわけではない。1段ずつでも上がり続ければいずれはつく。ただ早くはつかないというだけのことだ。彼はメジャーで成功したかったというより、ニューヨークに行きたいという気持ちが強くて、それを潜在意識が味方したのかなと。野球で成功することよりも自分のやりたいことをその都度楽しんでいるように思えます。テレビで見ててもよく「俺って持ってるわ」とか「これがやりたい」「あれがやりたい」「楽しみ」って口にしてるし、ワクワクしてる感じが伝わってくる。自分も見習って「ついてるわ、嬉しい、ありがとう」などをよく口にするようになりました。映画といえば、ただの素人の男がホームビデオから初めてあのハリウッド女優といつかデートするっていう過程をそのまま映画にしたのあったような、考えうるありとあらゆる手段を使ってどんどん近づいていくっていう内容、デーブ・スペクターが紹介してたから日本じゃ公開されてないかな。うわあ、それ見たい。潜在意識の活用にいい影響を及ぼす映画ってたくさんありそうだよね。そういうの知りたい。映画ってよくできてるから一種のインプットになる気がする。この前「恋愛睡眠のすすめ」っていう映画見たんだけど、主に主人公の妄想が炸裂する話で、映像や演出が秀逸なだけにイメージ力アップの勉強になったよ。映画は気分を高めるためにもいいよね。マーフィーとは言ってなくても、それっぽいことが含まれてる映画って結構ある。
相違や狂気がついたこと、マーフィー理論からすれば当たり前といえば当たり前なんだけど、うっかりハマりそうになることだ。それは自分で実現することは困難だと信じていることはなかなか叶わないんだ。理由は簡単。実現することは困難だと信じているからだ。だからその通りに困難になる。これにはまる理由は、大体の願い事というのが実現困難なものだからだ。というか、実現困難だからこそ神頼みしたくなるわけだが、しかし実現困難だと信じていると本当にその通りに実現困難になる。なので叶えたい願いはまずは簡単に叶うと信じ込む必要がある。そう信じ込むときに楽なのが、神様とかの何でもできる存在がいてやってくれると信じることだ。人間だと難しくても神様なら簡単にできると考えることができるからだ。つまり大前提として何でもできる、マトリックスのネオ化があって、理想の自分を詳細にイメージするってことだよね。また気がついたことがあるので書いておく。これも同様にうっかりハマるかもしれないことだ。それは現在の自分はそのままではダメだと信じた上での願いは要注意ということ。例えば同じ金持ちになりたいという願いだったとしても、その理由が自分は現在貧乏人で、貧乏人は人から相手にされないからと確信した上での願いだったとしたら、貧乏人になり人から相手にされなくなるだろう。なぜなら現在の自分はそうであると自分で確信しているからだ。しかし願い事の大半は現状がうまくいかないからこそ持ってしまうものだろうから、現状を否定する内容の願いを持ってしまうのは仕方のないことかもしれない。貧乏だからお金が欲しいのは当然といえば当然だ。モテないからモテたいと思い、デブだから痩せたいと思う。しかし現状の否定は、現状はこうであるという確信に基づいている。そして確信していることは確信している通りに実現してしまう。それともう一つ、これは最初の注意点と重なる部分があるが、願いが二重構造になっていないかにも注意した方がいい。二重構造というのは、例えば人から愛されたいというのが本来の願いなのだが、人から愛されるためには何かが必要。例えばお金、学歴、地位、容姿などだと思い込んでいて、その思い込みに基づいたものを欲している場合だ。人から愛されたいならば、ストレートに人から愛されたいというのを願いにして、そのままの自分で人から愛されているという確信を持つのがいいと思うのだが、そうではなくて、金持ちになりたいとか高い地位に就きたいとかを願いにして、それを通して愛を得ようとしてしまう。するとそちらの願いは叶うかもしれないが、本来の望みの方は叶わないかもしれない。当然本来の願いが叶わなければ精神的な満足は得られない。そしてやがて何もかも手に入れたのに悩みを持つ人になってしまう。なるほど、すごくよくわかった。願望をしっかり潜在意識に植え付けてるはずなのにうまくいかないのはそういうわけなんだね。最近量子力学が面白くて趣味で勉強しております。物理学では私たちの体や私たちが住んでいる世界を作っている、最小の単位は原子であるというのを学生時代に勉強しました。これは実験で確かめられた証拠があるので事実ですね。そしてもう一つ、量子力学の世界ではさらにその原子を構成している各々の素粒子部品は波であるということを勉強します。最初は様々な数式で証明されていたものですが、これらも近年になって実験によって事実であることが確かめられるようになりました。もう一つ実験で確認された重要な事実があります。真空中にガンマ線を放射すると電子と陽電子という素粒子が飛び出るということ。私たちが今まで何もない状態、真空と言っていたものは、実は目に見えなくても素粒子が充満した状態であることが実験で確認されたわけです。以上をまとめると、私たちの体や思考、脳波も含めて人と人との間の物理的な距離、何もないと思われていた空間でさえ素粒子で構成され、それらの本質はすべて波動、波であるという結論になります。
つまり誰かが瞑想をしてある幸福な気持ちの波動を持ったとすると、それは空間の素粒子を振動させ波となり他の人に伝わっていくということが量子力学の理論で証明できるわけですね。さらに私たちが楽しいとか悲しいとか感じる意識でさえも波動であるということを考えると、否定的な意識さえも空間を伝わって他人に影響を与えてしまうのですから、普段から自分にとっても他人にとっても利益のある楽しい気持ちを持つことが大変重要であるという結論になります。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。